練習番号 K ではビブラートの速さとノンビブラートの指定が書かれています。ビブラートを徐々に速くしていき、最後はビブラートをしないという練習をして、自在にコントロールできるようになりましょう。冒頭などゼロへのデクレッシェンドの練習は、楽器を外に回して息は続けて、音が出なくなるポイントを探すことから始めましょう。ゼロからのクレッシェンドはその逆で吹いてみましょう。you